気象衛星ひまわりから見た台風16号の様子を動画でご覧ください。台風の目の付近にアイウォールと呼ばれる積乱雲の壁がきれいにできていて、星型にも見て取れる形をしています。アイウォールは台風の勢力が強いほどはっきりと現れる特徴があり、現在台風16号はその特徴通り非常に強い勢力で日本の南の海上を北上しています。16号はこの後も非常に強い勢力を保ったまま北寄りに進み、今後は少しずつスピードを上げて関東地方に近づく見込みです。勢力があまり落ちないままの接近となるので、暴風や高波には警戒が必要です。最新の台風情報はお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。